この動画は縦画面に対応しています。ここのボタンを押してフルスクリーンにしてみてください。はい、さあ皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です、ダイダラです。さあ、妖怪ウォッチプニプニ。ね、今、もう終わってしまいますよ。特殊の、特殊能力付き妖怪出現ですが、第、で、こちらですね。皆さんは桜オロチ、ブリー元帥、読み元帥出ましたか？僕はね、このブリー元帥と読み元帥はね、もう出てるんですけど、桜オロチが、出ない。本当に出ない。で、もう、この出現率、大の時に、10万ワイマネーをね、2回回し、そしてね、この動画撮ってないところでもね、毎日ね、数十回回しているんですけど、出ません。おかしいよね。こんな出ないもんなんだね。ということで、今回もね、10万ワイマネーガツッと貯めてきましたので、今からね、引いてみましょうか。出るかな？ほんと、桜オロチ。まあ、今回のね、ガチョの中身、もう一回改めて見てみましょうか。灼熱の容器、キダコマパス、ラストブシニアンパスっていうね。まあ、いいパスも入ってるんですよ。パス、特別な妖怪に挑戦できるやつね。そして SS 妖怪もね、覚醒メラメライオンとか桜オロチとかね、まあ、結構強い妖怪も SS も入ってたりして、で、S ランクの妖怪はね、まあ、それなりに使える妖怪だったりとか、なんだろう。レジェンド解放妖怪だったりとかね。まあ、ぼっちぼっちいるんですよ、いいのが。まあ、A ランクはま、置いといてね。なので、まあ、いっぱい出るんだったらま、悪くないんだ。なんか、いっぱい回して、損することはそんなないと思いますので。いっぱい回したいと思います。ということで、今回も10万 Y1 で使って桜オルチ狙っていきましょう。よろしくお願いします。まあ、今日出ないともう終わりだから、俺。あと引けないタイプだからね、ほんと。行きましょう。回していきます。初手は赤。一発目で金出てるとかもう相当狂ってるからな。さ、焼きおにぎり、好きです。さ、焼きおにぎりも技レベル4になってしまいましたね。そこそこ上がってまいりました。皆さんはもう7ですか ?6 ですか ?5 ですかね、だいぶこのイベントでね、妖怪の技レベル上がりましたね。まあ、前回のね、黒い妖怪ウォッチイベントでもね、出てた妖怪、もう、出てた妖怪はもうほんと技レベル5だったりとかね、もう6人生きかけてるやつもいっぱいいるんですよね。さあ、おでんにおにぎり。さあ、今回ご飯ばっかですね。次、米ですかね。やだやだ。お、切ったー、何頼む、お前かーい、お前かーい、読み元帥、出現率大だけど。お前別にいらんねんって。お前よう出てくるからさ。動画回してる時出へんかったけど、回してないとこでしょっちゅう出てくるっていうか、まあ、ね、2体出てるんですけどね。はい、行きましょう、次です。あと1体でもね、読み元帥ゲットしたら技レベル3になって、今回ミッションがなんかあったよね、読み元帥レベル3にしろみたいな。だから神経験値玉だかなんだかね、あんまいらねえものもらえます、確か。だから、あんまモチベは来ないって感じですかね。力を感じるという椅子詰まるところで、普通のやつですね。決めてまおう。まあまあ、よしとしましょう。決めてまおう。まあ、武器見だっけねえ。薄ら影が忘れたけど、攻撃力アップ。A ランクだったら、天下無双がもっとあってほしいんだよね。あと1レベルぐらい上げときたい。天下無双。5? 今技レベル4なんですけど、5まで上がったらね、相当ね、今、なんだ、ラストボシナにワイマネ稼ぎずっとやってるんですけど、それがすごい効率よくなってくるのでね。なるべくそんな当ててほしいですね。さあ、どんどん溶けてますね、さりげなく。喋ってるだけで。喋ってるだけでワイマネどんどん溶けて、おかしくない？おかしくない？泣きそうなんだけど、また。こういうもん、うわ、冬な、冬にゃ、もう真冬だよ、俺の財布が。はーい。冬にはもうレベル4になっちゃうぞ。まあ、いいよ、全然。はい、じゃ回していきます、次です。何が出るかな？金。よし！よし！よし！桜！あー！熱い！毘沙門天への挑戦権。これ3個目です。まだ挑んでねえのに、灼熱の容器だけ溜まっていく。嘘だろ？ちょっと、次回ぐらいに、ね、何もなければ、毘沙門天戦初挑戦ぐらい知ってみようかなと思います。はい。最高潮です。回復力どんどん上がっていく。なんかね、妖怪ウォッチドリームとか、よっぷる社のあたりに行くとね、なんか、
回復300以上しろとかいうミッションが出てきたりね、するイベントみたいなのがあるんですよね。そこでね、回復妖怪はレベル上がっていくと、どんどん使いやすいので、ね、いいですよね。さあ、モテヌス。モテヌスってかわいそう。え、モテヌスって取り憑かれたらモテなくなるの？勘弁してくれよ。俺で、モテも、イケメン系に取り憑かれたい。イケメンって。さて、先駆けの助。お前も上がってきたな、レベル。はい。さあ、皆さんは半分解けました。今のところ金の玉が出たのはわずか2つ。マジかまあ、2つ出たら御の字かもしんないんだけどね。さあ、後半戦行きましょうかね。まあでも、ね、今、金の玉の中で言えば、2回に1回は確率アップ妖怪が出てるってことですから、やっぱ当たって、上がってんのかな、ほんと。上がってんのかな、もう。桜おろち出ないから信用できないんだけど、ほんと。ねえ。ピャッと回す。何も来ないな。お願いしますわ。はい、次。あーね、主役ちゃん、主役ちゃん。技レベル上がってきた。主役ちゃんは前も言ったけどさ、あの、アイテム使って合成するからレベル上げたくないんだよね、もうほんと。やめてくれ。あー、もう今、絶対キーの玉だと思ったのに。村間さん。お前もう5やったんやな、村間さん。強いな。最近、見てなかったから久々に出たね、ほんと。さあ、次行きます。頼む。そう、ドキドキさせてほしい俺を。さあ、ミステリーさん。はいはいはい。お前はチップだけ落としとけ。チップやったっけ、なんかもう。はい、次です。ああ、もうやばい、終わっちゃう。もう、あと3万切ったんだけども。おかしいって。え、金の玉後半戦出ないんだけど。さあ、モテヌス。取り付かないで。恋焦がれファイヤーって、ね、誰かのこと好きなんですかね。だけどモテないっていう、ね、悲しい妖怪だなお前。あ、この桜ってポップな顔か文字で書いてるけどね、これ結構暗黒だからね。これ闇って書いてきた。さあ、サンズの犬、かっこはかわいい。かっこかわいい。うわー、やばい、泣きそうなってきた。回しますよ。服、服ってね、書いてるのに、本当に服なんですかね、それは。お願い。あ、来る、来る、来る、ありえない、ありえないってことは、あー、キリンちゃん。でも、ダイダルの方が好きです。キリリ。さあ、でも、これ、キリン初めてゲットする妖怪でーす。全体攻撃の妖怪では、かなりね、優秀な妖怪なんでしたっけ、キリンって。はい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 。まあ、いや。ワイマネガ石で使えるんだよね。なんで紫ってか青色なんだよこれ。勘弁してくれよ。さて、もう皆様あと1万5000しかございません。現在 S ランク、 S ランクは2体、アイテム1個というね、爆死状態でございます。まあでも新妖怪出ただけでもいいのか。いや、そんなんじゃダメだよ。頼むよ、頼むよ、来ないよ。おでんじん、オレンジも上がってきたな。くそー。さあ、あと皆様2回え、嘘、もう2回しか引けないの。あーあー、引きまーす。あと2回行きましょう。どっちも金出せばいいんだよ。お願い。よっちゃーん。うわー、お前レベル5かよ。まあ、レベル5か。そうや、5や。作った会社や、ここ。さあ、皆様。桜ヶ社、ラストです。今回も爆死してしまうのか。嘘やん。入ってないよ、俺のやつ。これは桜って書いてる上の看板あるやん。これ、俺のあの、血の色やで、ほんと。勘弁してくれ。最後も、金はこす！うわー、おでんじん。はーい。ということで。うわー、マジかー。さあ、皆様、あの、確率、大となってます。桜オロチは今回も出ませんでした。ね、10万ワイマネかける3、30万ワイマネ、プラス、ね、数十回、もう約、多分40万ワイマネ以上は俺回してるんですけど、出ませんでしたね。くそー、そんな渋いかー。
ねえ、まあ、ブリー元帥とね、ブリー元帥はその中で1体だけ、読み元帥は3体かな。まあまあ、それぐらいの確率となっております。ね、皆さんもね、これで確率大ですので、ぜひとも皆さん回してみてください。まあ、多分今回俺爆死しただけですので、みんな、俺が爆死した分、多分みんな弾けると思うから、ね、いい妖怪、弾いてくれよ。はい。さあ、今回、とりあえずゲットした妖怪、キリンでーす。敵全体を攻撃する妖怪です。まあ、いい妖怪ですよ。キリリン。キリリン。キリリン。声、良すぎない？ということで、皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。今日までですので、皆さんもね、最後の最後に弾いてみて、桜オロチ、出たって自慢していってください。ご視聴ありがとうございました。お疲れです。さて、チャンネル登録してない方、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあねー。